おはよう、こんにちは、こんばんは。僕の異次元空間へようこそ。ネグダゴンダクティ。ちょっとね、今立ち寄ったところにね、はい、4つだけあったんです。4つだけ少ないね、4つだけ。まあ、買うつもりなかったんですけど、まあね、見てみたら4つだけ売っていたんで、この4つちょっと開けてみますか。この4つで出たらそれこそミラクルじゃない。残り物には服があるみたいな。はい、というわけで、一旦口を開きます。はい、異次元キャトル。はい、というわけで口開いてきました。切ってあります。はい、口4つ全部切ってあります。というわけでですね、どっち向きがいいんだかな、どっち向きがいいのかわかんないけど、こっちか、こっちですね。じゃあちょっと1枚ずつ見ていきますよ。出るか、ちょっと待って。取りづらいな、相変わらず。よっ、ちょっと、はい、では1枚目見てみたいと思います。1枚目、あ、もう全部出しちゃえばいいか。はい、1枚目はこちらです。せーの、ドン。はい、なんだ、ノーマル9番、偽キャプテンテニールダークブルームーンでした。さすがに出ないかな、出ないですかね。はい、次2つ目、取りづらいんだよ片手は。はい、2つ目いきます。2つ目は、こちらです。はい、はい、ではいきます。せーの、ドン。うーん、出たな、スーパーレアは。しかもまたお前かよ。はい、スーパーレア2番、ジョセフ・ジョースターでした。はい、ジョースターね、何度も見たね。はい、というわけでこれ2つ目だよね。はい、では3つ目、こちらを開けていきます、出していきます。はい、というわけで、こちらですね。はい、はい、こちらです。3つ目はこいつ。せーの、ドン。出たよ、出たけど違うんだよな。あー、ジョジョレア出たな。ハイエロファントグリーン歌教員森明。はい、ジョジョレア26番、歌教員森明、ハイエロファントグリーンでした。違う。はい、ラストですね。あっという間だな、さすがに4つだと。はい、ラスト、さ、ラスト1個の、あ、こいつ、え、これ丈太郎だったらマジやばいよね。はい、というわけでラスト4つ目はこいつだ。せーの、ドン。ザッサン。違いました。もう覚えちゃったな、こいつは。ね、犬さんが言ってましたね、石をぶつけると、石をぶつけてやられるみたいなこと言ってましたね、確かね。はい、というわけで、ノーマル19番、アラビアファッツ3でした。はい、というわけで、見事敗北ということですね。チャレンジでお会いしましょう。最後までご視聴いただきありがとうございました。ここまでのお相手はネグでした。また会いに来てね、オツベーダー。またね、バイバイ。